どうもこんにちは、マイクラやってるかい？もうすぐで夏休みだな。いやもう夏休みを迎えてる人もいるのかな？今年の夏休みにやりたいこと、行きたいところがあれば、ぜひコメント欄で教えてくれ。え？私が今年の夏にやりたいこと？そうだな。この動画の高評価数が500を超えたら、別の動画で話すかもしれないな。コメントと高評価、よろしくな。それじゃあ行くぞ。プレイヤーの犯した犯罪だ。というわけでワールドを作ったぜ。もうあのゲージも見慣れてきたなぁ。初めて見る人に軽く説明すると、あのゲージは私がマイクラの中で犯罪を犯すたびに溜まるゲージなんですわ。詳しいことは過去の動画を見てくれ。犯罪を犯すと警察官がやってくるんだよな。警察官を追い返すために剣でもクラフトしておくか。で、あかんやんあかんやん。作業台すらない今の状況じゃ剣なんて作れないぜ。木材集めでもして作業台作りから始めるとしよう。ついでに木のピッケルも作って石も集めるぜ。できたぞ。石の剣だ。ちょっと不安だが序盤に来る警察官がみんな弱いからな。石の剣でも十分なんだぜ。で、ゲージがちょっと溜まってるぞ。何がいけなかったんだ？ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？私はわかったぞ。まず作業台をクラフトするために木を切ったり、石の剣をクラフトするために石を採掘したりしたよな。あれが森林窃盗罪に引っかかったと思うんですわ。森林窃盗罪は3年以下の懲役、または10万円以下の罰金に科せられる罪なんだぜ。それから私が今持ってる剣、こいつのせいで銃刀法違反も成立したと思うんですわ。一般市民は許可なく鉄砲や刀剣類を持ち歩けないんだぜ。マイクラの世界くらい許してくれてもいいと思うんだけどな。で、そんなこと言ってたら警察官が来たぞ。あいつに捕まると逮捕されちまうんだ。すぐに釈放されるんだけどアイテムを全部没収されちまう。早く逃げないと。警察官から逃げてたら暗い森に入ったみたいだぜ。ここは巨大キノコが生成されるし動物系のモブもスポーンする。食料には困らなさそうだな。しかも木が密集していて視界も悪いから、警察官が追いかけてきてたとしてもそうそう見つからないはずだ。私も警察官を見つけにくいんだけどな。いい隠れ場所がないか探してみることにするぜ。森の洋館を見つけたぞ。そういえば暗い森には森の洋館があるんだったな。ここなら広くて部屋の数も多いし、警察官が来ても簡単に負けそうだ。何より邪悪な村人が警察官の邪魔をしてくれるだろう。私の邪魔もしてきそうだけど、森の洋館にはいろんなアイテムがあるし探索も兼ねて入ってみるか。あれ？ゲージが増えたぞ。森の洋館に入っただけなのにな。どうしてゲージが溜まったかみんなはわかる？ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？私は思い出せたぜ。きっと住居侵入罪が成立したと思うんですわ。住居侵入罪は正当な理由がないのに人の住居に入ると成立しちまう犯罪なんだ。3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられるぜ。問題はここが誰かの住居なのかってことだけど、ベッドはあるし常に邪悪な村人たちがスポーンするから、住居とみなされたんだろうな。あれ？暗い森の中を走ってるあいつってまさか警察官、もうここまで追ってきたのか。もう少し奥に行って隠れなきゃな。そろそろお腹空いてきたな。そういえばワールドを作ってからまだ何も食べてないんだったぜ。森の洋館には食料を調達できる部屋があるんだぜ。全部思い出せるかな？ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？森の洋館の中を回りながら正解を発表するとしよう。一つ目は小麦畑だ。畑といっても村ほどちゃんと管理されてるわけじゃない。作物の数はまちまちで全く植えられてない時もあるぜ。今回は運よく小麦が植えられていたな。みんなも知っての通り、これはパンの材料になるから取っておくぜ。二つ目はキノコ栽培室だ。本来なら茶色のキノコや赤色のキノコが生成されてるんだが、ジャバ版はバグの影響で今は生成されてないぜ。ちなみにこのチェストは空だ。キノコシチューが作れるようにボールを入れといてくれると嬉しいんだけどな。ここには何もないから次に行くぞ。3つ目はスイカとカボチャの畑。上はスイカ、下はカボチャの2層の畑があるんだぜ。スイカもカボチャも全部いただこう。部屋としてはこの3部屋なんだけどな。各部屋にあるチェストにはパンや金のリンゴといった食料が入ってることもあるぜ。で、あれ？ゲージが少し増えてるな。何がダメだったんだ？みんなも一緒に考えてくれ。
私はわかったぞ。みんなもわかったかな？窃盗罪や田畑侵入の罪が成立したと思うんですわ。田畑侵入の罪は軽犯罪法に定められてる犯罪でな、拘留または科料で処されるんだぜ。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる犯罪だな。あ、警察官と鉢合わせしちまった。たくさん食料をもらったのにここで逮捕されるわけにはいかない。全力疾走で逃げるぜ。はぁ、はぁ、ここまで来れば安心だな。にしても警察官まで森の洋館に入ってきてたとはな。毎回毎回、どうして私の居場所がバレるんだ？ママ、そんなことより、警察官がすでにここにいると知ったからには、なるべく早く出ないといけないな。早めに探索してこっそり抜け出すことにするぜ。とは言ったもののインベントリの中、結構いらないものあるな。かぼちゃとかそのまま食べられないしいらないだろう。パンプキンパイをクラフトするために必要な砂糖と卵は、手に入るとしてもかなり後だろうしな。ついでに他のいらないアイテムも全部捨てちまうぜ。よし、これでかなりスッキリしたな。レアアイテムも絶対に回収できるぜ。あれ？ゲージがまた増えてるな。今度は何なんだ？みんなも考えてみてくれ。そろそろわかったかい？不法投棄って答えた人多いんじゃないかな？私は、土地の無断使用が関係してると思うんですわ。土地の無断使用は現実世界でも意外とよくあるトラブルでな。他人の土地に物を置いたり無断駐車したり不法投棄したりすると、被害者が加害者に損害賠償を請求できるんですわ。場合によっては不動産侵奪罪という刑事罰が成立することもあるぜ。今回の場合、不動産侵奪罪は大丈夫だと思うんだけどな。って、悠長にこんな話をしてる場合じゃない。いつ警察官が来るかはわからないから早めに別の部屋に移動するぜ。警察官からうまく逃げれているのはいいが邪悪な村人が邪魔だな。でも石の剣で攻撃したり倒したりすると他の犯罪が成立する気がするんですわ。だからむやみに戦うのは避けたいんだよな。ここは自然の部屋だな。細いダークオークの木と水しかない部屋で隠れられそうな場所はない。待てよ、これを使えばちょっとはしのげるんじゃないか。私が何を使おうとしてるかわかったかな。ヒントはこの部屋の中にあるぜ。考えてみてくれ。そろそろわかったかな？それじゃあ正解を発表するぜ。今から流す映像をちゃんと見ててくれよな。どうだ、自然の部屋の中にある水路を壊してやったぜ。これで邪悪な村人たちの動きを少しだけ抑えることができたぞ。で、ゲージがまた溜まってる。器物損壊罪とかかな？でも別の犯罪もある気がする。みんなも一緒に考えてみてくれ。そろそろわかったかな？私もわかったぜ。現住建造物等侵害罪が成立したと思うんですわ。管理されている水の力を解放し氾濫させ、人がいる建造物や住居などを侵害すると成立するんですわ。被害の大きさにもよるが3年以上の懲役、無期懲役、死刑のいずれかで処される重たい罪なんだぜ。あ、警察官が来たぞ。現住建造物等侵害罪が重い罪だからかパワーアップしてるようだな。だけどあいつも水のせいでうまく私のところに来れないようだ。今のうちに別の部屋へ逃げ込もう。さっきの作戦はなかなかいいと思ったんだが、現住建造物等侵害罪って意外と重たい罪だったんだな。しかも水路なんてどの部屋にもあるわけじゃないし、頻繁に使える作戦ではないな。また邪悪な村人が襲いかかってきたら次はどう対処しよう？うわ、早速エボーカーやヴィンディケーターが来たぞ。ゲージもかなり溜まってるし、あんまり大きな犯罪は犯したくないんだが仕方ない。ここで死んだら意味ないからな。いつも通り戦わせてもらうぜ。ふう、近くにいる邪悪な村人たちは倒せたみたいだな。ああ、やっぱりゲージがかなり溜まってるぜ。どんな犯罪が成立したかわかる人も多いんじゃないかな。ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？私は3つ思いついたよ。1つ目は傷害罪だ。他人の生理機能に傷害を与えると成立する犯罪で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるんですわ。2つ目は殺人罪だ。他人の命を奪うと5年以上の懲役、無期懲役、死刑のいずれかで処されるぜ。3つ目は不退去罪だ。住居から出るように言われたのに出ないと成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されるぜ。どれかはわからないがどれも重たい犯罪だから、刑事が一気に増えたんだろうな。警察官に見つかる前に逃げるぜ。
そろそろちゃんと探索してアイテムを回収するとしよう。森の洋館はいろんな部屋にチェストがあるが、キノコ栽培室みたいにチェストはあるけど、中身が入っていないチェストっていうのもあるんですわ。中身が入ってるチェストが置かれてる部屋はいくつあると思う？1、13部屋、2、20部屋、3、26部屋、どれが正解か選んでくれ。そろそろわかったかい？正解は1の13部屋だ。基本的には戦利品がランダムに入ってるんだが、中身が決まってるものもあるぞ。例えば植林場の部屋はジャバ版だと効率強化値がついた鉄の斧、統合版は効率強化値がついた革のヘルメットか革のチェストプレートか、革のレギンスのいずれかが入ってるぜ。大量にチェストが置かれてる小さな倉庫と大きな倉庫は、すべてからのチェスト出し必ずビンディケーターがスポーンするから、アイテム目当ての人は入らないことをおすすめするぞ。というわけで各部屋を回ってアイテムを回収するぜ。大量に手に入ったな。これだけあれば十分だ。ゲージも少し溜まってるな。おそらく窃盗罪が成立したと思うぜ。早く森の洋館を出ようと思ったんだが、まだ目当てのものがある。次はそれを探しに行くぜ。私はある部屋を探してるんだが、隠し部屋だからなかなか見つからないな。チャンネル登録をしてない人はチャンネル登録をして、私が目当ての部屋を見つけられるように応援してくれ。ありがとう。力がみなぎってきたぜ。これならすぐに見つかりそうだ。やっと見つけたぞ。溶岩の部屋だ。黒曜石、ガラス、溶岩が使われたオブジェに見えるけどな、実はこの中にあのアイテムが眠ってるんですわ。何のアイテムかわかるかな？今から私が回収するから、それまでに答えを考えてくれよな。目当てのアイテムが見えてきたぜ。ダイヤモンドブロックだ。ダイヤモンドブロックは他にも黒曜石の部屋にも生成されるんだ。ダイヤモンドブロックをばらせば9つのダイヤモンドになる。それをクラフトの材料にすれば武器や防具が手に入るぜ。うわ、警察官だ。久しぶりに見たけどかなりパワーアップしてるな。殺人罪や窃盗罪を繰り返してたから無理もないか。だが今回も華麗に逃げ切ってやるぜ。そろそろ森の洋館を出るとするか。短い間だったけどここではいろんなことがあったな。離れるとなるとそれはそれでちょっと寂しいぜ。せめて私がここに来たという痕跡を残しておきたいな。あれ？この部屋は偽ポータルの部屋じゃないか。この形、見てわかる人も多いと思うが、要塞のポータルの部屋を模して作られた部屋なんだぜ。エンドポータルフレームを模した、緑色の羊毛の上にあるチェストはトラップチェストなんですわ。まずは隣の TNT を破壊してからチェストの中身を取るといいぜ。この TNT が爆発し丸石が壊れるとシルバーフィッシュが襲ってくるんだよ。この部屋にある丸石は全部虫食い丸石だからな。そうだ、この部屋にある偽ポータルを本物のポータルにしちまおう。さっき森の洋館を探索してたら、エンドポータルフレームやエンダーアイが見つかったんですわ。これを使うとするぜ。正しいエンドポータルの作り方はこの動画で紹介してるから、ぜひ見てみてくれよな。よし、完成したぞ。偽ポータルフレームの部屋を作るくらいだから、邪悪な村人たちもじ、エンドに行きたかったはずだぜ。これでいつでも行けるようになったな。あれ？ゲージが増えてる。私はいい行いをしたはずなのに、どうしてゲージが増えてるんだ。みんなも考えてみてくれ。そろそろわかったかい？私もわかったぜ。おそらくだが不動産侵奪罪や器物損壊罪が成立したと思うんですわ。ここにある羊毛を壊したりエンドポータルフレームを置いたりしたからな。うわ、また警察官が来たぜ。なんとか警察官からの攻撃を避けて、よし、警察官をじ、エンドに送ることができたぞ。これでしばらくは追ってこれないだろう。警察官がオーバーワールドにいないということは、しばらくは好き勝手やっても追ってこれないということだ。というわけで私は邪悪な村人に復讐するぜ。こっちが迂闊に手を出せないと分かっていながら、こいつらは私を襲ってきたり攻撃してきたりしたからな。チェストや部屋から手に入れた TNT と火打ち石と打ち金を使い、この森の洋館を破壊するぞ。ちなみに現実の世界で火薬やボイラーなどを爆発させると、ある犯罪が成立するんですわ。激発物破裂罪といってな、放火罪や失火罪と合わせて規定されてるんだぜ。わざとの場合は壊したものによって、放火罪の刑罰が執行されるな。今回の場合、住居が対象だから現住建造物等放火罪が成立し、死刑または懲役刑が課せられるぜ。懲役刑は無期もしくは定められた年数の懲役になるんだから、何年以上かわかるかな？ 1、3年、2、5年、30年、この中に答えがあるぜ。考えてみてくれ。そろそろわかったかい？正解は2の5年だ。ちなみに過失の場合は罰金刑だ。1、10万円以下、2、30万円以下、3、50万円以下、いずれかの罰金刑が課せられるんだけどわかる？答えを選んでくれ。そろそろ選べたかな？
正解は3の50万円以下だ。わざとでも過失でも重たい罰には変わりないから、爆発物の扱いには気をつけてくれよ。ここは牢屋だな。確か牢屋にはあるモブが必ずスポーンするんですわ。1エボーカー、2ビンディケーター、3アレイ。この中に正解があるぜ。探してみてくれ。そろそろわかったかな？正解は2つあるぞ。1つ目はビンディケーターだ。必ず1体スポーンするから気をつけてくれ。2つ目はアレイだ。1体から3体のアレイが牢屋の中でスポーンするぞ。アレイはアイテムを1つ渡せば仲間になるから渡しておこう。あれ？ゲージが増えたな。どうして増えたんだ？今の行動の何がダメだったのか考えてみてくれ。そろそろわかったかい？私はわかったぜ。おそらくアレイを連れて行くことがダメだったんじゃないかな。現実世界でも家畜やペットを連れ去る事件が時々起こるんですわ。動物は法律だと物扱いだから誘拐ではなく窃盗罪が成立するんだぜ。アレイも人間ではないから動物として認識されており、私が連れ出したことで窃盗罪が成立したと思うんですわ。アレイはサバイバルでもかなり使えるモブだし、今さら手放すつもりはないけどな。あれ？あそこにいるのは警察官。もうじ、エンドから戻ってきたのか。捕まる前に隠れなきゃな。みんなも思った頃だろう。あれ？局長、もう森の洋館から出るって言ってなかった？ってな、やっぱりあのアイテムが欲しくなったんだぜ。黒曜石の部屋にあるダイヤモンドブロック、一気に9つのダイヤモンドが手に入る機会なんてそうそうないからな。せっかく森の洋館に来たんだし手に入れておきたいと思ったんですわ。しかも今の森の洋館は私が TNT で破壊しまくったせいで、隠し部屋も見つけやすいからな。ここの部屋はなんだ？大きな天蓋付きのベッドがあるな。ここは主人の部屋か。主人の部屋にはレアアイテムはないし別の場所を探索しよう。あれ？あそこにある旗。普通は薄灰色の旗だよな。なんで不吉な旗があそこにあるんだ？さっきからこの洋館、おかしいんだよな。普通は手に入らないアイテムもゲットできてるし。まあそんなことより、私はゲージを気にしてサバイバルしなきゃいけないから、邪悪な村人を倒せずむしゃくしゃしてるんだ。だからあの旗も見るだけでモヤモヤしてくるぜ。あの旗は破壊させてもらおう。よし、これでちょっとスッキリしたぞ。で、またゲージが増えた。また器物損壊罪か？いや、あのゲージの増え方は違う犯罪だと思うんですわ。みんなは何だと思う？ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？私は、外国国商損壊罪だと思ったんだけどどうだろう？外国国商損壊罪は外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗を破壊したり除去したりすると成立するんですわ。2年以下の懲役または20万円以下の罰金刑に処されるぜ。うわ、警察官が来たぞ。ついに見つかっちまった。でも TNT で破壊された床のせいでうまく移動できないみたいだ。今のうちに逃げ切っちまおう。それにしてもなかなか黒曜石の部屋が見つからないな。もう少し森の洋館を壊して探索しやすくしようかなって思ったが、もう TNT はないみたいだ。残ってるのは火打ち石と打ち金だけだな。そうだ、森の洋館のほとんどは木材でできてる。つまり火打ち石と打ち金を使い森の洋館を燃やせば、黒曜石の部屋も姿を現すだろう。そうと決まれば火をつけまくるぜ。マイクラが重くなるがこれくらいの犠牲はしょうがない。ゲージも増えちまったようだが、ダイヤモンドを手に入れるためには仕方のないことだ。おそらく厳重検査動物等放火罪が成立したんだろうな。お、警察官がまっすぐこっちに向かってくるぜ。でも足場が悪い上に火がどんどん広がってるから、思うように動けないみたいだ。火のダメージも食らってるみたいだな。その調子で警察官を倒せれば探索も楽ちんなんだが、私が犯罪を犯しすぎて警察官がネザライトのフル装備になっちまってる。なかなか倒せないだろうな。だが足止めできてるだけで十分だ。今のうちに探索を進めよう。火を使う作戦はなかなか良かったんだけどな。あの後雨が降って火が全部消えちまったんだ。しかも火打ち石と打ち金も使い切って壊れちゃったし、地道に探すしかないみたいだ。でも一つ一つ確認してたらいずれ警察官にも捕まるだろう。手っ取り早く黒曜石の部屋を見つけたいところなんだけどな。あれ？私いつの間に、ソウルサンドとネザースケルトンの頭蓋骨を手に入れてたんだ。もしかしたら探索中に見つけていたのかもしれないな。ウィザーを召喚し、森の洋館を爆発させればすぐに見つかるかもしれない。しかも警察官や邪悪な村人たちを攻撃してくれるだろうし、一石二鳥だな。ここにちょうどいい部屋があったぜ。儀式の間といってな、特殊なアイテムや仕掛けは特にないんだが、ウィザーを召喚するにはうってつけの部屋だろ。ここにソウルサンドとウィザースケルトンの頭蓋骨を置いて、よし、召喚できたぜ。あとはウィザーに暴れてもらえば。って、うわぁ、爆発に巻き込まれたぞ。私を敵対するのはやめろ。私じゃなくて他のモブを攻撃しろ。うわぁ、ここはどこだ？私は確か森の洋館にいて、ウィザーの爆発に巻き込まれて、警察官がいる？ということはここは牢屋か？アイテムも何もない。捕
まっちまったのか。助けてくれ、ここから出してくれ。警察官は動画の高評価が多いと私を釈放してくれるんですわ。だからみんな、私が釈放されるように高評価を押してくれ。頼んだぞ。それじゃあまた次の動画で会おう。バイバイ。